ご覧いただきありがとうございます。ウコンとは、クルクミンと呼ばれている黄色い色素を主成分としたミネラルや食物繊維を豊富に含んでいる根茎です。二日酔い対策として有名なウコンですが、肝臓の機能を強化し、胆汁の分泌を促進する効果以外にも、食欲を増進させる効果や血流改善の効果などたくさんの効果が期待されています。今回はそんなウコンを使って自家製ジンジャーエールを作ってみました。ウコンの皮を剥き薄く切ります。生姜 100g も薄く切ります。鍋に切ったウコン、生姜を入れます。砂糖 100g、 カルダモン3個くらい、クローブ3個くらい、八角1個、シナモンスティック1個、種を取った鷹の爪1本、水 150ml を入れます。強火にかけて沸騰したら弱火で15から20分煮ます。煮詰めたら冷めるまで置いておきます。レモンを絞ります。冷めたシロップをこします。残った絞りかすはスパイスを取り除き、フードプロセッサーで攪拌すれば肉や魚の味付けに使えます。シロップにレモン汁を入れます。清潔な密閉できる保存容器に入れて冷蔵庫で保存します。 1、2ヶ月で飲み切ってください。炭酸水で割っていただきました。ウコンの香りがふわっと香り、濃厚で深みのあるジンジャーエールが出来上がりました。市販品を大きく引き離す美味しさです。